はい、こんにちは。パーカッションの高文です。今回は、マイネルのレコーディングコンボ ABS タンバリンのサウンドチェックを聞いていただきました。これですね、なんと、ジングルが2種類ついているという非常に珍しいタンバリンとなっております。こう、金色のジングルと金色のジングルが交互にですね、同じ数だけついております。で、これメーカーサイトにも合金製としか書かれてなくて、何の金属かは書かれてなかったんですけども、おそらくですね、この金色の方は、銅と亜鉛のブラス、で、こちら銀色の方はスチールとアルミの合金なのではないかなと思われます。ちょっと音を聞いてみてください。こっちが金色です。で、こっちが銀色。はい、この2種類がついております。で、これ2種類あることによってどうなるかというとですね、振り方によってちょっと音のキャラクターが変わるんですね。軽く振ると、このブラスのキャラクターが強く出る、こうシャン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 って響きがある、倍音がある豊かな音が目立つと思うんですけれども、激しく振るとですね、こうチャキ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 としたスチールのキャラクターが目立つサウンドになります。なのでこう振り方によって、音の感じが変わるという、まあ、非常に表現の幅が広いと言えますし、まあ、その分演奏するのがですね、難しいタンバリンであると言えると思います。なので、まあ、上級者とか、プロの方向けの楽器かなと思います。で、こう、あんまり激しく、振ったり、こう激しく叩いたりすると、2種類の音がですね、混ざって、非常に雑味が強い、耳障りな音になってしまいますので、そこだけ要注意です。はい、参考までに同じマイネルのブラス、のタンバリンと聞き比べてみてください。はい、続いて同じマイネルのアルミのタンバリンと比べてみます。で、マイネルのタンバリンですね、アルミの方はめちゃくちゃ軽くて、ブラスの方はめちゃくちゃ重いって言ってて、非常に極端な設計だったんですけれども、今回のは重すぎず軽すぎずですね、ちょうどいい重さ、振りやすい重さとなっています。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションに関する情報発信やレッスンなどを行ってますので、チャンネル登録まだの方はぜひお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。